おはようございます。今日はランニングをしたいと思います。今は晴れてるんですけれども、3日前ぐらいから大雪になりまして、山に登るのも難しいと思いますので、今日は能登倉上山田温泉って言うんですけど、そこまで、走って向かいたいと思います。距離にして、45キロぐらいになります。時間にすると、4時間から5時間ぐらいで到着すればいいかなっていう感じですね。9時30分ですね。気温も上田のあたりは7度から8度ぐらいになるみたいなんですが、また明日から天気悪くなるみたいなので、走るとしたら今日かなっていう感じです。今日は試したいことが、ありまして、それがこれですね。このミニを背負った状態で、普通にキロ6分ぐらいでランニングができるのかどうかっていうところですね。今日は背面パッドを OMM のものを入れて、付属されているミニマリストパッドを、胴回りというか、バックパックの中にぐるっと巻くような感じで、そんな中に、着替えを入れてますね。着替えの重量 3.28 ですね、グラムになります。あまり重いものを背負ってロードをランニングするっていうことは今後もないと思います。今日のこれぐらいがちょうどいいかなって思ってます。で、今年、北アルプスの縦走を考えているんですけれども、12月に妙義山の裏から表、表から裏っていう、縦走をしまして、それが8時間と7時間の2日間あったんですけれども、それぐらいの疲労感が、ランニングでいうキロ6分のジョグの2時間ぐらいなんですよね。精神的な長さっていうのはやっぱり登山も、結構ハードだなって思うんですけれども、まずは、この冬の、山に登れない時期になるので、30キロから40キロぐらい、走れるような状態を今のうちに作っておこうかなっていうふうに思います。走り続けられるかどうかっていうのが、今日試したいことになります。9時45分スタートします。正面に北アルプスが見えますね。21分小幌市入りました。出発して36分、10時30分ですね。出発して 6.6 キロ平原まで来ました。左に曲がると柵で、高速があって、その先は佐久市、佐久平になりますね。で、こっちが浅間山ライン、上に行きます。で、このまままっすぐ18号進みます。出発して55分、まもなく11時です。坂の上南小諸市ですね。で、ここから上に行くと高峰高原ホテルに登れますね。で、このまま下ります。1時間25分、時間11時20分、東御市に入ります。
うるまる高原の入り口前ですね。そこの信号を右上に行くと、うるまる高原スキー場へ行きます。で、去年12月ぐらいですかね、登った烏帽子岳と湯の丸山の、入り口に行きますね。出発して1時間48分、11時50分ですね。今、雨ドラの前で休憩ですね。トイレと呼吸のものも買っていきたいので、ここでちょっとお休みしようと思います。波のバイタルゴールド、これは終わってからですね。で、今取りたいのは波のバイタルエネルギーですね。これが180キロカロリーで、タンパク質も5取れますね。で、アミノ酸なので分解も早いのでこれがいいです。で、このアミノバイタルのエネルギーをさらに効率よく取るためにビタミンが必要なんで、まあ、これで取れるかどうかわかんないですけど、一応マルチビタミン入れてます。で、OS1 やっぱり経口補水液が長い距離を行動する上で必要なので、とりあえず今日は走ってるから取れるんです。で、水で、これは常温のものですね。コンビニに冷たいものしか売ってないので、ちょっと薬局行かないと常温が売ってないですね。で、なぜ常温かっていうと、お腹が冷えやすいです、冷たいのだと。で、冬は特にお腹が冷えやすいので、常温のものを取るようにしてます。で、もう一つ、本当はゼリーって、まあ、僕あんまりお腹に強くないので、まあ、気をつけてるんですけど、今日はちょっとあったかいのでゼリーにしてます。なぜゼリーが良くないかっていうと、お腹に、溜まりやすくて冷えやすいからです。まあ、カロリーメイトだったりとかバナナだったりとか、まあ、ちょっと固形のものを、よく噛んで、補給するようにしてます。12時ですね。2時間です。補給5分ぐらいですね、取ってトイレ行って、出発ですね。今19キロ走ってきました。出発します。12時15分、出発して2時間20分ですね。上田市内に入りました。あと半分ですね。上田市には入ってるんですけど、ここからが結構距離がありますね。12時30分、出発して2時間37分ですね。信濃国分寺駅到着。あともうちょっとで上田駅ですけども、あとそこから十何キロありますね。上田市内入りましたね。左行くと上田駅、右は戸倉上山田になるので、上田市街地に入って信号地獄に合ってますね。タイミングが悪くて全部赤信号で、ステップアンドゴー疲れますね。はい、スタートして、3時間が経ちました。特にどこに着いたってわけじゃないんですけれども、ちょうど30キロ地点ですね。上田城から600メートル付近です。時間が1時になります。結構足に来てますね。久しぶりの30キロなんで結構疲れてきました。あと15キロぐらいです。もうちょっと頑張ります。出発して3時間20分、1時15分ですね。左に行くと別所温泉、右浅間サンラインにつながりますね。そして3時間、20分23分時間1時17分です。もうじき西上田の駅の、付近のになるんですけれども、ちょっともうこれ以上は破壊行為になりそうなので、ちょっと歩いて
進もうと思います。まだここから10キロぐらいあるんで結構かかると思います。嵐の湯だそうです。浸からない温泉、ちょっと浸かりたいのね。戸倉上山でやっぱり行きます。1時32分、スタートして3時間38分、佐垣町到着です。戸倉上山田のピラミッドです。この正面ですね。42キロ出発して4時間38分、2時35分、千曲市到着です。うわー、すっごい和肌。ただいまフルマラソン完走しました。時間が4時間40分ぐらいですね。39キロぐらいからずっと歩きです。3時10分です。戸倉上山田温泉着きました。これから温泉入って家に帰ろうと思います。38キロからほぼ歩きになってしまいましたけど、痛すぎて歩けないぐらい一回になっちゃって結構大変だったんですけど、それ乗り越えてなんとかここまで到着しました。ただいま帰宅しました。今日のまとめなんですけれども、ミニキロ5分前後で走ったんですけれども、ここのね肩が痛くなることもなく、走ることができたので、とりあえずランニングでも使えそうな感じがあります。今日は距離にして43キロぐらいなんですけれども、最初のポイントが32、3キロぐらいですね。そこで1回きつくなりまして、ちょっとペースを落としたんですけれども、またペースを落としたら走れるようになったので、そのまままたちょっとスピードを上げてまた走り始めたんですが、38キロから9キロぐらいできつくなりまして、経験のない足のなんていうんですかね、もう立ってることもきついぐらいの、痛みが急に出まして、どこかを痛めたとかそういう故障の痛みではなくて、まあ、お尻、ハムストリングス、あとは膝裏、ふくらはぎ、まあ、裏側の方が、まあ、全部痛くなっちゃって歩くこともちょっとできないぐらいだったので、一回ちょっと屈伸したりちょっと座ってみたりして、またそこから、今度は残り5キロを歩いて、フルマラソンを完走しました。まあ、かなり不甲斐ない、結果だなっていうふうに思うんですけれども、まあフルマラソン、まあレースに出なくても練習として、42キロ走ったっていうことが、2019年の夏ですね、6月か7月に1回走った時が、まあ、3時間8分ぐらいでしたね。でそこからもう一切フルマラソンも走ってないですし、20距離を歩いたのが、槍ヶ岳ですね。3日間で、42キロっていう距離をまあ歩いたぐらいで、あとはもうほんと10キロとか走る程度の、
レベルだったんですけれども、まあ、やっぱりマラソンは練習が裏切らないということで、よく身に染みて分かりましたので、まあ、これからは少しずつ長い距離を、ゆっくり走れるようにやりたいですし、まあ、今日も結局、まあ、緩い下り坂っていうのもあったんですけど、まあ、5分ぐらいまでスピードを上げてしまいまして、まあ、結果最終的には、撃沈という感じになりました。もうそろそろちゃんとトレーニングするには、まあ、心拍数と、ペース管理は必要だと思いますので、また、これからね時計をつけてペースの感覚を迎え思い出して、やっていきたいと思います。では、今日のフルマラソン終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。